はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はですね、前にちらっと動画でも話したんですけど、私の持ってる靴をちょっと紹介していきながら、そのまま靴の断捨離をしていこうと思います。本当に靴が入らなくなってきていまして、最近なんかわかんないんですけど、新しい靴をお迎えすることが多くてですね、ちょっとそろそろやばいぞということで、今回はちょっとがっつりやりたいなと思ってます。まあ、でもぶっちゃけ本当に全然履けていない靴とかもあるので、まあ、そういうものは思い切って断捨離できるように頑張りたいと思います。ということで早速玄関の方へ行きましょう。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということでやってまいりました。こちらが我が家の玄関なんですけど、ちょっと一回このシューズクローゼットの中を見てもらおうと思います。まず一番右がこんな感じですね。もうあの奥の方にもね、すごい靴たちが苦しそうにこんな感じでいっぱい詰めちゃってます。で、ここは真ん中は結構スニーカーが多めなんですけど、こんな感じですけど、ね、めっちゃフラックスで、ここにもかかってます。で、一番左がこんな感じで、こっちにもたくさんシューズがあります。入りきらなくて、これ以上実はここにないシューズとかもあるんですよね。本当だったらここは何もなくなる予定なんですが、今こんな感じでもう歩けるところが本当ここしかないみたいな。で、あの奥の方にもね、一応隙間空いてるんですけど、めっちゃずらーっと入っちゃってます。 IKEA の棚なんですけど、これ前の家からずっと使ってるやつで、これをね、この玄関に持ってきて、ここにちょっと靴棚として付け加えました。積み上げてこんだけ収納できてるのにまだこんなにあるっていう、もうすごい自分でもびっくりです、毎日毎日。はい、ということでこんな感じなので、早速今から整理していきながらいろいろと紹介もしていきたいと思います。はい、ということで早速やっていきたいと思います。じゃあ一番こっち側の扉から順番にやっていこうかな。じゃあまずこれがハンターの長靴、レインブーツです。ショートブーツなんですけど、もうすごいシンプルでステッチがホワイトでポイントになって可愛いです。意外となんか地面の種類によっては、素材の種類によっては滑るんですよね。だからね、ちょっと雨の日とかはやっぱ特別な気分で履けるから。で、2つ目が、数えてみようかな、数ちょっと分かるまで、まあ、後で練習で入れるわ。これがイエローのソックスブーツ、違うやつだ。これがストラディバリウスのソックスブーツなんですけど、結構ポイントで詰まった感じで、で、これは H&M の確かね、あの安室ちゃんがなんか一回モデルかなんかをした時のブーツ、これもソックスブーツなんですけど、さっきのと違うところがこのつま先が開いてるオープントゥーのやつです。あ、で、これは私がすごい気に入ってめちゃくちゃ履いてるブラックアップのスウェード素材のウエスタンブーツ、H&M のめちゃめちゃハイなビニール素材のブーツ、めっちゃ長いんですよね、これ超攻めな感じのブーツ。これはザラのなんかちょっとバレーシューズっぽい感じのパンプスみたいな、で結構厚めのシューズです。ちょっとフェミニンになるのですごい今っぽくて、これは結構お気に入り。こちらは去年の秋ぐらいかな、ゲットしたイエローのブーツです。めっちゃ可愛い、これ紐も赤で。こちらがアトモスピンクとクロックスのコラボの超アトモスのクロックスです。このデコは自分でつけました、アイラブジャパンがポイントです。あ、で、このねブーツニーフォリックかなんかでめっちゃ前に買ったスクエアトゥーのブーツなんですけど、めっちゃ歩きやすくて、これがほんとディズニーとかこれで全然行っても疲れないぐらい結構歩きやすくて大好きなんですけど、もうそろそろちょっと寿命かなということで、ここら辺とかも超剥がれてきちゃって中がすごい年季が入ってきたので、これはお別れしたいと思います。ありがとう、今までめちゃくちゃ履いたこのブーツ。で、こちらはイエローの厚底サンダルです。このカモフラージュ柄が可愛くてお気に入りのシューズです。こちらがミースタっていうブランドで、すごい可愛いんですよ、これ
つま先はこんな感じで木の板、ソールがピョッと飛び出てるスクエア2で、この部分はちょっと編み編みになった感じで、ヒールもそんなに高くないので歩きやすいです。そしてこれはベージュのリッチソールのブーツなんですけど、でも最近あんまりこれ履いてないからちょっとお別れしようかな。ありがとうございます。こちらもイエローの厚底サンダルです。もうソールがちょっとね、なんかハーキグレーみたいな感じのカラーで、ちょっと色が個性的な感じで可愛いサンダルです。そしてこれは私がめちゃくちゃ履いてる大好きなスニーカーなんですけど、アンダーソンベルとアシックスのコラボで、めっちゃ可愛いんですよ。アンダーソンベルっていうな韓国のブランドがあるんですけど、結構なんか個性的なお洋服が多くて、すごい可愛いブランドさんなんですけど、そことのコラボでいろんな仕掛けがあって、めっちゃ可愛いんですよね。色もブラックとグレーで使いやすくて、めちゃくちゃ履いてます。これこちらもイエローのサンダルです。イエローのシューズは本当にいろんなデザインと柄張りがめちゃくちゃ多くて、ちょっとこう個性的なデザインだったりとか、個性的な配色のシューズとかもめっちゃあって、そういうシューズ欲しいっていう方とかにはすごくおすすめです。これはなんかまあサンダルクラウドサンダルみたいな、モコモコふわっとしたサンダルです。これはアーバントフィッターズで買ったブーツなんですけど、ソールが配色になってて可愛いなと思って買ったんですが、あんまり私最近こういうサイドゴアのブーツを履かなくなったかもしれない。ちょっと前まで結構サイドゴアがもう鉄板みたいな感じだったじゃないですか。だけどあんまり最近履かないかな。気分わかんないけど、でもサイドゴア履いてた時代もそこまで履いてなかった感じするので、これもちょっとお別れします。ありがとう。こちらは日本野鳥の会のレインブーツですね。この前雨だったんですけど、この前も履いてすごいね、履きやすくって、アジャスターはこんな感じであるんですけど、ここのねボールが変えれるんですよ。めっちゃいろんなカラーついてきた気分によって変えたりもできる。であと袋もついてきて、そうこれまあ収納できるみたいな、本当になんかそういう機能的なレインブーツなので、まあ、その面でもすごいいいかなっていう感じで。こちらはプーマのニトロというスニーカーなんですけど、前プーマさんとお仕事した時にメインのアイテムとしてこのニトロのスニーカーの査定をしたんですけど、その時にも入ってて、その時私は真っ白だったかなやつだったんですけど、これはちょっとラインがブラックとかが入ってるんで、歩きやすさだったりとか、そういう機能性もあるし、ファッション面でもすごい可愛く履けるっていうスニーカーで、こちらが私のお気に入りの H&M でゲットしたファーブーツです。これめっちゃ履いてます。ボリュームもそんなにめちゃくちゃ出るっていうわけでもないので、とてもお気に入りです。ちょっと一旦こちらのゾーンはもう入らないかな。よし、じゃあ次この真ん中のスニーカーゾーンに行きたいと思います。ここ結構でも最近このなんだ表に出てるスニーカーを履くことが多くて、最近スニーカーもめっちゃ増えたんですよ。あんまりここら辺の履けてないやつもあるから、ちょっと頑張って制御していきたい。コンバースがね私めっちゃあるんだよな。ほんと永遠不滅、永久不滅な感じあるからあれだけど、ホワイト、真っ白のやつ、あとはまあ定番にこのブラックでしょ。で、あとはこのなんかモカみたいなブラウンのやつ、赤のコンバース履かないかな。これが赤すぎるっていう、今見るとあんまり履かない気がするから、これはちょっとお別れしようかな。サイズもねちょっとでかいんですよね。で、これがパープル、紫かわいい。で、これな、そう、もう一個ね、さっきのやつよりももっと濃くて、イエローも入ってるコンバースを買ったんですけど、ぶっちゃけこれね、そう、一回も履いてないんですよ。タグつけたままで。これだから、どうしようって感じ。一回残しておこう。一回残しておいて、考えます。どうしようか。これがアディダスの、ちょっとなんかつま先が尖ったスニーカー。これあんまり履いてないんで、これをちょっとお別れします。プーマのナイトフォックスっていう、形がすごい面白いんですよね。これはいいボックスですね。ちょっとごめんなさい、存じ上げないんですけど、ゴールドのラインがすごい渋くて可愛くてゲットしました。前にアメリカに行った時にアメリカのスケッチャーズでゲットしたシューズで、チェックのバランスとかも出して、ここら辺もキラキラしてて可愛い。コンバースの厚底なんですけど、これもなあんま履いてないな、ぶっちゃけお別れしようかな。ですね、エアフォースワン、ナイキのエアフォースワンは最近履いてないは履いてないけど、また履くときは来るかなっていう気はしちゃう。あ、これも
ップのスケッチャーズでなんか2足買うとちょっとお安くなるみたいな感じで、もう1足ゲットしたこのアニマル柄のスニーカーです。これもね、可愛くてお気に入りの1足です。これがアディダスの真っ黒のスニーカー。ちょっとここにミラーっぽいのがあるんですけど、マジで真っ黒のスニーカー。トルシアンっていうやつ。名前がごめんなさい、分からなくて。あ、でこれがね、韓国で買っためっちゃキラキラのスニーカーなんですけど、これね全然履いてないな最近。超可愛いんですけどね、韓国でどうしても欲しくてこれが一目惚れでゲットしたんですよ。まあ、でもこれはちょっと残しておこう、見てるだけでも幸せになる。これはナイキのインフィニティってやつです。エアマックス。ちょっとなんかランニングとかウォーキングとかする時とかに履く。でこれがバンズ。これよく見たらさっきのコンバースと同じ配色ですね。私この色合い好きなのかな、全く同じ色合いなんですけど。こちらがアディダスのスタンスミスのグリーンのやつ。このグリーンの色合いが可愛い、春っぽい。これがニューバランス550のブルーとブラックのやつ。これからサムソナイトとニューバランスのコラボの時にイベントにご招待いただいたんですけど、その時にいただいたシューズです。ちなみに550私もう一色あって、これは自分でゲットしたやつなんですけど、このブラックのやつね。何年前だこれ、もう2年前とかになるんですかね。ゲットしたやつです。そしてこれ最近これもいただいたものなんですけど、アトモスピンクとアナスイニューヨークっていうアナスイの化粧品のブランドあるじゃないですか。あれのアパレルラインがこの前登場したのかな、あったのかな。すでにこの前でもそのアナスイのイベントがアトモスピンクコラボっていうかしててあって、その時にいただいたやつです。全面お花柄で可愛いです。そしてこれがプーマのスニーカーです。これめっちゃ可愛くないですか、色合いといい、このなんかテック系というかベルオファシス、ベロファシスかな、ベロファシスっていうやつです。こちらがバンズのハイカットですね。でバンズもう一個あって、もう一個このソールがちょっとブラウンっぽいソールになってるオールドスクールのスニーカー。これも結構気に入ってるんですけど、プーマのなんだったかなんとかユニバーシティとコラボのやつなんですよね。なんだっけな、なんかロンドンかなんかイギリスかなんかの大学だった気がします。どこだったかな、ちょっと忘れちゃった。これはプーマのあの厚底のスニーカーですね。ではちょっと本当に汚いので遠くで失礼します。これがクロックス。もうこれは私が実家にいた時からずっと履いてるクロックスなので、本当にもうホワイトだから余計に汚れが目立っちゃうんですけど、ネキッドウルフのソックスブーツなんですけど、これそうだ、ちょっと破れちゃったんですよ。ピーって電線しちゃって見るかな。なのでこれはちょっとお別れしたいと思います。ネキッドウルフすごい気に入ってるんですけど、ソックスブーツもあんまり最近履いてなかったな。そういえばありがとう、お世話になりました。もう一個ネイキッドウルフのシューズがこれ、このブラウンのスウェード素材のめっちゃ厚底のスニーカーで、これがプーマのランニングシステムっていうやつかな、 RS ランニングシステム。これはねあんまり履けてないな最近。これもちょっとお別れします。これがねジェイダのサンダルなんですけど、これめっちゃ歩きやすくて、夏はやっぱり結構出番が多かったりしますが、ちょっとなんかマーチンっぽい感じのサンダル。これはザラのスリッパサンダルです。リボンがついててちょっとこうレディーな感じで大人っぽく履けるサテンっぽい生地のスリッパサンダル。これがシュクラって読むのかな、このブランドのやつでスクエア2になった B さんです。そしてこれ私大好きなサンダルなんですけど、イエローのサンダル、スニーカーモチーフな感じでめっちゃ可愛い。これがダンクロー、ダンクハイだのナイキのスニーカーなんですけど、これ私カスタムしたんですよね。パンダダンクが流行ってた時にすごい欲しくて、どこも売り切れで、このダンクハイのカスタムがあって、それでなんか見よう見まねで同じ感じで作ったカスタムのやつ。そしてこれはアシックスのゲルシリーズ、ラインがオレンジイエローみたいな中間みたいな感じの柄ですごい可愛くて、まあ、最近アシックスのシューズとかも結構ね、いろいろあると思うんですけど、結構私このシューズ好きで、この前台湾に行った時もこれずっと履いてました。こちらがプーマとトモスピンクのコラボのシューズです。さっきのニトロとめちゃくちゃ似てるんですけど、ちょっとこっちの方が全体的にボテッとした感じで、こっちの方が若干スマートなシルエットかな。こちらがダンクハイのボルドーとアイス
ブルーみたいな感じだと思ってたけど、今よく見たら結構ラベンダーっぽいかも。どっちかっていうとめちゃくちゃ薄いラベンダーみたいな感じの配色で、この配色可愛いですよね。ということで、ここもちょっと、あ、上にもあった。このサンダルはザラでゲットしたボアサンダル。これがランダっていうところのベースアップのサンダルです。ペタンコサンダル。はい、では続いて一番この左側のゾーンをやっていきたいと思います。ちょっと全然開かないんですけど、ここら辺でもあんまり履いてない方がいいかな。これはチャールズ&キースの深めのグリーンのパンプスなんですけど、これあんまり履いてないのでこれはお別れしたいと思います。ありがとう。これもあんまり履いてないかな。ザラのサンダルなんですけど、最近あんまり履いてないのでお別れします。このサンダルもあんまり履いてないのでこれもお別れします。これはちょっとどこで買ったか忘れちゃったな。なんか韓国通販とかだった気がします。ありがとう。これはザラのパンプスですね。こういう感じのメッシュのやつ、ブルーのサンダル、ザラのサンダルなんですけど、これもあんまり履いてないのでお別れします。上の方もこのサンダル、スライのサンダルなんですけど、あんまり履いていないのでこれもお別れしたいと思います。このサンダルもあんま履いてないな。セレクトモカのレースアップのサンダルなんですけど、あんまり履いてないのでこれもお別れしたいと思います。これはリーホイックだったかな、確か。バトングサンダルですね。これはリーリーのサンダルですね。ダークビクトリーだったかな、確か買ったと思うんですけど、あんまり履いてないな。これもお別れします。ありがとう。今回調子いい気がする。ブラックアップだった気がする。これもあんまり入っていないのでお別れします。ありがとう。これはブラックアップでゲットしたデニムっぽい感じの生地のサンダルです。やっぱ今私このつま先がちょっととんがってる方が好きかもな、どっちかっていうと。これはアクレントのサンダルなんですけど、あんまり履けてないな、このサンダル。ちょっと私はピンヒールが履き慣れていなくて、若干グラつきがこのサンダル気になっちゃうので、もうお別れします。ありがとう。来ました。こちらコンバースのランスターモーションですね。めっちゃ厚底の、韓国でめちゃくちゃ流行ってたやつ。今結構また流行ってるのかな、最近またよく見かける気がします。そしてこちらはエアフォースワンハイですね。これもカスタムしてブルーにしたんですけど、後ろにこのシューなんて入れました。3文字までだったかな、文字数が足りなくてシューなのと開けました。だからこちらはイーゼルさんのパンプス、めっちゃ可愛くて超気に入ってます。すごいポインテッドトゥーのサンダルで、ヒールもそんなに高くなくてめちゃくちゃ好き。こちらはアレキサンダーワンのサンダルですね。このサンダルね、靴ずれがしちゃってあんまり履けてないんですけど、今すごい可愛くてお気に入り。そしてこちらが H&M で買ったローファーなんですけど、ローファー私最近プラダのローファー後で紹介するんですけどしか履いてないので、プラも履いてないからこれもちょっとありがとう。このローファーめっちゃ歩きやすくて超履きました。そしてこれはイエローのサンダルですね。これもスニーカーモチーフでめっちゃ可愛い。じゃじゃーん、アグのこれがなんだっけ、タズブーツだったかな。ちょっとこう柄が入ってて可愛いんですよ。これもスニッパタイプだからめっちゃ履きやすくて、これもすごい履いてます。そしてこれがね、ザラのサンダルなんですけど、めっちゃ厚底の、私そもそも厚底のサンダルをあまり履かないので、手があるからどっちかっていうとペタンコとかのが多くて、あんまり履く機会がないので、これもちょっとまだ全然履けるんですけど、お別れします。ありがとう。ちょっと今ね、そのお別れしたやつを本当は段ボールとかに入れようと思ってたんですけど、本当に今日朝ね、何も考えずに捨てちゃったんですだから今ちょっとビニール袋に入れてるから、すごいこうぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、また段ボールでかいの来たらそれに入れ替えます。こちらはそのさっき言ってたプラダのローファーです。これはね、どっちだったかな、誕生日かな、バッグとこのローファー同じぐらいの時に買ったんですけど、20万人記念と誕生日で買ったやつで、確かこれは誕生日だった気がします。自分誕生日に買ったプラダのローファー、これもでももう何年前だろう、2年前とかはもっと前かな。これがアグのサンダルですね。グレーのサンダル、モコモコのサンダルで、
かわいい。これはザラのブーツです。側はちょっとリブっぽい感じになってたりとかして、これ結構なんかバズってた気がします。確か私の周りでも履いてる人多かった気がする。これね、私これめっちゃデザインが超好きで、すごい撮っておいてたんですけど、今までずっと。これギャレリーっていうね、今もうないかな、確か東京に前にあったんですよ。このお店がリメイク兼ヴィンテージショップみたいな感じで、いろいろねすごい可愛いお洋服あったんですけど、もうなくなっちゃったんですが、そこで買ったやつで、デザインめっちゃ可愛いじゃないですかこれ。でもやっぱこのヒールが結構ある、高いっていうのと、意外とねなんかコーディネート難しかったんですよね。買ってみたら色合いかな、なんかベージュって結構色合い難しいじゃないですか。何も履けてないので、これはちょっとおさらばしたいと思います。持っていても生かすことができないので、これはリファリックかなってゲットしたウエスタンブーツですね。すごい履きやすくて色も可愛くてお気に入りです。こちらは H&M Studio で買ったカナブーツで、これも超尖ってて可愛い。 H&M なんですけど、ちょっとこう奇抜なラインというか、よりこうファッショナブルなラインのもので、すごい好きなんですよ H&M Studio。 毎回結構チェックしてます。ブーツの収納の仕方がむずすぎる。これも H&M で買ったブーツですね。最近買ったお気に入りのウエスタンブーツで、めっちゃスタッツがついてて超可愛いです。そしてこちらがアグのウルトラミニプラットフォーム、もう去年かなにゲットして大流行したブーツ、めっちゃ使ってる。今年の秋もめちゃくちゃ使う予定です。はい、ということで、もうこのクローゼットの中は一旦紹介を終わったので、続いてこの下にねめちゃくちゃあるこちらのシューズたちを紹介していこうと思います。このプーマのスピードキャットっていうスニーカーなんですけど、平成っぽいというか、それが逆に今っぽくてめちゃくちゃトレンドライクなシューズなんですけど、レッドのスニーカーです。これめちゃくちゃ履いてます。本当に履きやすくて超お気に入りです。赤つながりで、こちらこれビルシカで買ったウエスタンブーツなんですけど、真っ赤の、これもねすごいいいアクセントになってくれて、すごい履いてます。結構履きやすくて、これもお気に入り。これがね 8by Yuke's っていうところのやつなんですけど、真っ白なウエスタンブーツで、私ウエスタンブーツめちゃくちゃ好きなので、もう本当にいろんな空張りで持ってますが、これもすごいお気に入りの一足です。これがブラックアップでゲットしたやつ、ブラックとホワイトの配色になってて革です。なんかこれはインしたら配色がね見えるんですけど、ワイドなパンツとかを上からかぶせばつま先しか見えないので、ブラックにも見えていろんな雰囲気で履けるっていうか、がとても気に入ってます。これがね H&M で買っためちゃめちゃロングなやつで、結構ね膝ギリギリまで来ますね。すっごいロングな夏です。最近まあ夏で履けていなかったので、ちょっとホコリがかぶっちゃってるかもしれないんですが、ジミーチューのボアのブーツですね。中が全部ボアになってるブーツ、ちょっとまだこれ履き慣れてなくて若干硬くって、ずっと長時間履いてると痛くなっちゃうんですけど、これもすごいお気に入りです。こちらが H&M で買ったパファーブーツです。さっきのパファーブーツと同じ感じで、すごい歩きやすくてあったかくて、結構履いてましたね去年から。そしてまたウエスタンブーツに戻ります。このザラのウエスタンブーツ、これはまあこのサイドがブラーになってて、これが可愛い。でこれがカール・ラガーフェルドのサイドゴアブーツです。すごいシンプルなブラックのブーツですね。ちょっとすごい埃かぶっちゃってる、めちゃくちゃ。そしてこちらがプーマのサイドゴアブーツですね。プーマのソックスっぽいデザインが可愛い。こちらのホワイトのサイドゴアブーツなんですけど、これはあんまり履いてないのでちょっとどこで買ったかも忘れてしまったんですが、多分それ韓国系の通販だった気がします。このまま履けてないのでこれもおすらばします。ありがとう。マーチンのホワイト、安定すぎるブラック、ブラックやっぱ一番履いてますね今でも。とチェリーレッド3色持ってます。全部8ホールです。そして実はもう一個あるんですけど、マーチンちょっと長めのやつで、これはねソフトレザーだったっけな、ちょっと柔らかめのレザーでね、すごい履きやすいんですよ。でこれは内側にチャックもついてるので、このチャックで着脱ができます。これがロングブーツなんですけど、膝下ぐらいまで来るロングブーツなんですが、最近あんまりこれ履いてないので、これもちょっとお別れしようかな。これもちょっとどこで買ったか忘
忘れちゃいました。ありがとう。こちらザラのロングブーツですね。これもまあ膝下ぐらいまであるかな。もう配色が可愛いなと思って買ったんですけど、ウエスタンブーツとか私よく履くのであんまり履けてなくて、これもちょっとお別れします。ありがとうございます。これもブーツで、これはねニーハイですね。これがレディアゼルだったかな、レディアとしたカーキのブーツなんですけど、これも私あんまり履いていないのでこれもお別れしたいと思います。ありがとう。最近ね購入品でも紹介したんですけど、イエロでブーツを2足も買ったので、ブーツは整理したい。これがね、あのさっき言ってきたんですけど、ミースタっていうブランドのところで、シガラのねサンダルなんですけど、ブロックサンダルかな。これもめっちゃ好きでよく履いてます。超かわいい。やっぱ私アニマル柄が大好きなんですよアニマル柄見ると絶対に目がいってしまいます。続いてこちらですね。これもネイキッドウルフのブーツなんですけど、めっちゃ厚底なのと、ウエスタンブーツっぽい感じになってて、あとここがちょっとルーズソックスっぽくクシュクシュとなった、すごいいかついウエスタンブーツです。そしてこれはこの前紹介しましたが、イエローのデニムブーツですね。これがファーブーツで、かわいい、早く履きたい。そして私これめっちゃ気に入ってるんですけど、 8xユークス のエンジニアブーツっていうのかな、こういうのバックルがついたようなスウェード素材のブーツで、色合いもすごい合わせやすいし、めちゃくちゃ履きやすいのと、足も結構細く見せてくれる履き感だったり、シルエットでめちゃくちゃ気に入ってます。ブーツはこんな感じかな。あとはこの隣に乗ってるシューズだけかも。終わりが見えてきたぞ。はい、ということであとこっち側ですね、あとちょっとです。皆さんありがとうございます、こんな長い間お付き合いいただいてこれがね最近ゲットしたんですけど、ブレインデッドとオークリーのコラボのシューズです。すごい気に入ってます。形が面白くて、色合いも可愛くて、ちょっとこうマットな感じだったりして、気に入りの一作です。そしてこちらがサロモンのスニーカーですね。これもめちゃくちゃ気に入って履いてます。 66 ですね。配色がとっても可愛くてお気に入りです。全体的にグレーっぽい感じなんですけど、ラインでブルーが入ってたりして可愛い。そしてこちらですね、アディダスのサンバ。これも私はヘイリーがめちゃくちゃ履いてるのを見て、もう速攻でゲットして、最近もほんとより人気になってきて、なかなかゲットできないと思うんですけど、これはねビーガンレザーのスニーカーサンバです。そしてこれがメキシコ66です。すごいトレンドなスニーカーなので要チェック。最近はやっぱこういうちょっとスマートなタイプのスニーカーが結構今っぽいかな。これはニューバランスの530ですね。これも相変わらずめっちゃ人気だと思います。結構海外でも人気だし、最近多分韓国でもこういう530か分かんないけど似たような感じのスニーカーがすごい多くて、履いてる人も多いと思います。続いてがアディダスのスーパースターシリーズなんですけど、これはねブルーのスーパースターですね。ブルーとホワイトで、あとこの普通にブラックとホワイトの方も持っております。スーパースター私ねすごいやっぱ履きやすくて大好きでよく履いちゃいます。でもう一個これがねブラックのスーパースターなんですけど、これがね普通のスーパースターじゃなくてコラボのやつで、ちょっと待ってよ、名前が何だっけな、アディダスと、ちょっと待ってくださいね、思い出したい。今調べたんですけど、リクチュールっていうところでした。リクチュールとアディダスと、あとアトモスのトリプルコラボのスニーカーになっております。いろんな素材というかで作られていて、パッチワークのねスーパースターなんですよ。見えるかな、逆光か。こんな感じでパッチワークのスーパースターで、糸もちょっとこう縫いっぱなしみたいな感じでほつれ気味だったりとかして、めちゃくちゃ可愛くて、これもめっちゃ気に入っております。はい、ということで私の持ってるシューズは以上でした。そしてめちゃくちゃスッキリしましたよ。こんな感じで、まあここら辺はあんまり風景は変わっていないと思うんですが、いろいろこう詰め込みに詰め込みまして、こんな感じですね。ここもスニーカーゾーン、そしてこちらにもずらーっとまだ敷き詰めてあるんですが、床がね変わりました。スニーカーのところもまあこんな感じで変わらずという感じなんですが、下がなんとじゃじゃーん、もう何でもできちゃう、ここで何でもできちゃいますめちゃくちゃスッキリしました。嬉しい。あ、待って、私このシューズ紹介しなかった。そういえば K
結構さっと外出るときによく履いてるんですけど、これはね H&M のシューズですね。すごいクッション効いてて超履きやすいサンダルです。はい、ということでこのような感じで私が持ってる靴も全てと、あとはまあ整理もしてライブスッキリしました。嬉しい。整理しないと整理しないと思っていたんですけど、本当にこうしてね YouTube 撮って一本動画にするっていう、とてもありがたく整理をするきっかけをくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。おかしいかもだけど、まあでも結構その私の持ってるシューズを知りたいって言ってくれる方も結構いらっしゃったりとかしていて、で、まあ、ずっと、まあ、いつか紹介しようと思ってたんですけど、最近あんまりこうシューズ紹介みたいなのできていなかったので、結構ガラッと変わってたりとかもするだろうし、すごくいい機会になったかなって思います。これから多分また新しいシューズをお迎えすることもあると思うんですが、まあ、頻繁にこうしていつもこれ言うんですけどね、私頻繁に整理できないんですけど、結局本当に改めていろいろ見返してみると、あ、履けていなかったなっていうものとかもあったりするので、この子たちにしっかりとお礼を伝えて、また新しい子をしっかりと愛していきたいなっていうふうにも思います。ちなみに段ボールがねなくてすごい汚い感じになっちゃったんですけど、お別れする靴たちはこんな感じで3袋分ありました。本当にありがとう。今までいろんなところに一緒に行ってくれました。今までありがとうございました。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。